アーギュスト・マルムストレムは19世紀に活躍したスウェーデンの画家、エステル・イエータランド県の代々、大工も兼ねる農家に生まれた。金棒の教会の内装など、実家の仕事を手伝ううちに絵の才能を示し、家族からの少ない学習を与えられて、1849年11月に21歳で、ストックホルムのスウェーデン王立美術院に入学を認められた。 王立美術院でも才能を示し様々な援助を受けて修行を続けた。1855年の外国への留学奨学資金が得られる展覧会に参加するが、それには入選しなかった。この時期、スウェーデンより進んだ美術教育が行われていたデュッセルドルフ美術アカデミーに北欧の美術家たちは留学するようになっていて、マルムストレムも1856年から2年間、 デュッセルドルフで修行をした。デュッセルドルフで描いた絵画をスウェーデンの展覧会に出品し、賞を受賞し、王立美術院から海外留学の資金援助が得られるようになった。デュッセルドルフでは、ノルウェー出身の画家、ハンス・フレデリック・ギューデに学び、しばらく訪れたパリでは、トマクチュールに学んだ。1859年から1860年の、 間と1863年にはイタリアも旅し、1864年にスウェーデンに帰国し、美術院の会員となり、1867年に美術院の教授職に就いた。1887年から1893年は美術院の美術学校の校長を務めた。油絵だけでなく、新聞やペテル・クリスティン・アスビョルン戦。 ザクリス・トペリウスの著作などの差し絵も描いた。ありがとうございます。